これまで世界中で発信された日産を取り巻くニュースの中から注目のビデオを集めて紹介する日産ダッシュボード。日産本社にあるグローバルメディアセンターのスタジオから今泉ゆりがお伝えします。安倍総理大臣が日産の自動運転技術を体験しました。1957年の発売以来、多くのお客様から愛され続けているスカイライン、13代目の登場です。日本のリーダーが自ら体験し、技術力を世界にアピールしました。国会周辺の道路で行われた自動運転のテスト走行、一般の公道でのこのような実証実験は今回が初めてです。安倍総理大臣が日産リーフをベースにした実証実験車両で車線変更、交差点やカーブを体験。こういうところは非常に技術的には難しいと、狭くて急なカーブで、左折します。これ難しいんだね。これは安倍政権は車の自動運転技術の発展を成長戦略の一つとして位置づけています。試乗を終えた総理の感想は、今日、トヨタ、ホンダ、日産さんのですね、それぞれ、車に乗せさせていただきました。乗させていただきましたですね、それぞれ特徴があるんですけども、しかし全てですね、例えば急カーブとか車線変更、自動走行では難しいと言われている分野においてですね、さすが日本の技術は世界一だなということを。日産は東京オリンピックが開催される2020年まで自動運転車の実用化に向け、公道実証実験を引き続き実施していきます。日本で生まれ世界で培ってきた日産の最新技術を集結しました。日本で約60年前に誕生して以来愛され続けているスカイラインが世界で成長を遂げ、この度13代目として登場しました。新型スカイラインは圧倒的な加速と走行性能、そしてクラストップレベルの燃費を兼ね備えた日産独自のハイブリッドシステムを採用しています。またステアリングの動きを電気信号に変えてタイヤを操作する世界初の操舵システムや、車両の周囲360度を網羅する先進安全装備など日産の高い技術が搭載されています。商品企画を担当した寺田美穂リージョナルプロダクトマネージャーは、今回のスカイラインは作り手たちがもう心血を注いで自ら憧れて愛して作ってまいりましたので、5年10年かけてやっと実を結んだ技術たちもありますし、それから一新したデザイン、ご覧いただいてます新しいデザインも日本の目の肥えたお客様にはお墨付きがいただけると確信しています。ぜひたくさんの方に乗っていただきたいと思います。よろしくお願いします。スカイラインは来年2月末の発売に先立ち、来月1日まで横浜の日産グローバル本社ギャラリー、東京銀座にある日産銀座ギャラリー、そして東京モーターショーで一般公開されます。ご紹介しましたビデオの前編は YouTube の日産ニュースルームに掲載しておりますので、ぜひそちらもご覧くださいね。今日は最後に日産が東京モーターショーで世界初公開する画期的な次世代 EV コンセプトカー、ブレードグライダーの映像をご紹介してお別れです。2年に1回の自動車の祭典は今月23日に開幕します。ぜひ有明の東京ビッグサイトにお越しいただき、未来の自動車の世界をご体感ください。それではまたお目にかかりましょう。 See you next week!